クジラクジラ。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンじゃん。いるね。それスノって冠番組あんじゃん。うん。その企画であそこが一番おそ松さんは誰だ選手権って企画をやったんだけどさ。うん。誰のあそこが一番おそ松さんだったと思う？その前におそ松の基準が知りたい。これらの基準が低いことがおそ松なんだけどさ。耐久性、長さ、太さ、そして硬さなのよ。おお。2位以下に大きな差をつけてダントツの1位は誰だと思う？ラウールさん。残念。ラウールは3位だよ。硬さ部門で1位だったからそのポイントに助けられた感じだな。じゃあさっくん。さっくんは7位だよ。どの部門も高いアベレージだったんだよ。じゃあ目黒さん。正解。そうなんだね。耐久性、硬さが一番おそ松だっただけでなく、うん、長さも太さもおそ松な上に、うん、なんといっても脇がだからね。存在自体がおそ松さん。